ググロローーーービビスス、えー、皆さんこんこにちは、えー、グロービスキャピタルパートナーズの渡辺と申します、えー、本日は、えー、HR テックの潮流最新事例について、えー、1時間半のお時間をいただいて、えー、状況の説明それと、まあ、メインテーマになりますけれども、えー、ビズリーチの南さんからの、えー、講話というか状況、えー、彼らの最新の取り組みと QA を展開させていただきたいと思っております。 えと基本的に私の説明あ今,日今回のコンテンツとしてはイントロダクションを私の方でさせていただきますで本題が、えー、ビズリーチ社の取り組みを南さんからでその後に QAQA をなるべく長く取りたいなと思っておりますのでよろしくお願いいたしますまず簡単にあの私の自己紹介をさせてください えー、三井住友銀行に、えー、2004年に入行しまして、えー、まず r m をやりましたその後、えー、自ら志願して、えー、グループのプライベートエクイティファームがあったのでそちらに出向させていただき、えー、6年半今と同じ商売ですけども VC 投資をやりました。えー、その後一瞬 えー、IBD 日興証券の投資銀行部に、えー、出たんですけれどもその後に、えー、去年ちょうど1年前に、えー、こちらにジョインをしているというそういう状況ですで早速ですが、えー、HR マーケットの状況についてご説明に移ります、えー、まず HR 市場の外況についてです、えーまあ、どういうい定義 にするかにもよるんですけれどもリクルートワークス研究所の発表によると8兆円というすごく大きいマーケットが日本国内に HR 市場としてあるという状況です8兆円と聞いてなかなかピンとこないかもしれませんがだいたいコンビニ市場が10兆円それで農業とか、まあ、全く別ですけど介護市場が8兆円と言われているのでそれに匹敵するような大きいマーケットがここにあるという状況になっています あのご存知のとおりと思いますが、非常に HR 市場、活況です。有効求人倍率ですでに見て、もう1.28倍と、えー1990えー、1991年以来、非常に高水準を記録しているという状況です。それに伴いまして、えー、HR 大手各社の業績も非常に好調という状況になっております。 こちらがリクルートの人材メディア事業の業績、15年3月と16年3月の比較になっています。リクルート、最近ですね、M&A を積極的にやっていまして、特に海外で M&A やっているので、海外人材募集のところですね、ここが急激に伸びていますが、これかなり MA の影響もありますが、それでも国内で見たら、 年間で6.7%というまあ、これだけの規模感を持っていてしてもこれだけの成長率を誇っているという状況です続いてリクルートの人材派遣の事業ですこちらも、えー、先ほどと変わらず非常に伸びています、えー、こちらも同様に、えー、彼ら最近海外で M&A を非常に積極的にやっていますので、えー、ここで言うと前年単位60%以上伸びてますがこれの、えー、相当多くが M&A にし の効果に占められるんですが非常に伸びているという状況です続いてエンジャパンこちらは、えー、求人メディアをやっている会社ですこちらも過去し、えー、史上最高の売上それと利益を計上しているという状況ですこちらが JAC リクルートメントという、えー、海外人材であるとかプロフェッショナル人材に強い 紹介会社さんですねこちらも非常に伸びています特に利益率はすごい高いですね先ほど有効求人倍率の資料をお出ししましたけれども一方で見方を変えるとというのはこちらのグラフになっていますこちらが有効求人倍率と就業者数を組み合わせた データなんですけれどもご覧いただくとおり有効求人倍率が伸びているのは、まあ、単純に就業者数が減っていいいるるからととうう見方もでできるという状況です、まあ、ここで、えー、南さん水利チの南さんがよくおっしゃることなんですけれども特にホワイトカラーの生産性を今後高めていかないと日本はだめだよねということをよく南さんおっしゃるという状況です。 はい、続いて HR テックの資金調達動向についてのグラフがこちらになります。これは US のデータなんですけれども、えー、ご覧になって分かるとおり右肩上がりで伸びているという状況です。まあ、特に、えー、折れ線グラフの方が調達件数ベースの数字になっているんですけれども2016の9・1これ13月ですね、ここで見ると件数ベースは106件と過去最高タ という資金調達動向、非常に HR テック企業にお金が集まっているという状況になっています。まあ、こうやってこれ、金額もすごいんですよね、えー、この HR テックに集まっているお金だけで見ても、日本の VC 投資の金額を実は上回っちゃっているという、それぐらいが US で集まっているという状況になっています。ちなみに 日本の VC 投資が大体年間1000億円プラスアルファと言われてますのでそれを見てもこれの金額の大きさがよくわかるかなと思います続いて個社別で見た資金調達の動向ですご存知の会社もあるかもしれませんそれと後ほどご紹介する会社もありますけれどもトップのゼネフィッツという会社は まあ六百億円弱ですねの資金調達を二千十一年から十六年の五年にかけてやっているという状況です。まあその下を見てもこの五年間で百億円以上集めた会社がゴロゴロあるという状況になっています。一方で M&A の方に話を移します。直近ではまさに今月なんですけれども。 人材大手ランスタットというオランダの会社がオンライン採用大手モンスターというこれ US の会社を400億円強で買収しました、まあ、そして記憶に新しいところかと思いますが6月今年の6月にマイクロソフトがリンクトインを262億ドルという巨額の買収資金これも MS 史上最大の買収と言われてますけれどもで買収をしております ちなみにリンクトイン自身もここ数年で非常に M&A に積極的な会社でした5年間で20社程度の企業を買収しているというふうに言われておりまして特に有名なところで言うとリンダというですねエルテックの会社を2000億円ぐらいで買収したという事例もありますで日本に関して言うとリクルートホールディングスがやはりここで気を吐いています直近では去年の年末に えー、オランダの人材,大手人材派遣大手を2000億円で買収、まあ、この他にも、えー、片手では数えきれないぐらいの買収をリクルートは海外で,す、ね、海外で続けているという状況です。 えーまあ、日本の人事労働慣行について、まあ、これはもう皆さん、よくよくご存知のことかと思いますが、えー、ガラパゴス化しているというふうに言われています、上から、えー、時計回りに申し上げると、えー、新卒の一括採用、終、え、身、ー、雇用、年功序列、それと、えー、流動性が低い労働市場になっている、それとスペシャリストの育成というよりは、ジェネラリストの育成に偏っている、えー、そして人事部首導の、えー、人事戦略。 加えて企業内労働組合といった形で数十年続く日本の特殊な人事労働観光が少しずつ変わってきているとはいえ今でも根付いているという状況かと思います一方で最近 HR テックが盛り上がっている背景としてはこの労働人事労働観光が少しずつ変わっているということかと思います そのの変動を表したのがこちらです。まあ、先ほど申し上げたような労働観光の変化というのは、まあ、皆さんもおそらくご認識のことと思いますけれども少しずつ出てきております、まあ、例えば、えー、成果主義実力主義が、えー、最近、まあ、根付いてますよ、まあ、根付いてるというか、えー、皆さん採用されてきてますよねであるとか中途採用も増えてきましたであるとか、えー、そういったことですね。 加えて、何よりダイバーシティ女性の社会進出であったり、外国人の方の登用であるとか、あるいはグローバルレベルの人材獲得戦略も相当激化しているという状況かと思います。今までは日本の会社と比べて、勝っている、負けている、あるいは同じ違うというのを比較していればよかったとは思いますけれども、現在ではグローバルでの人材、優秀な人材の獲得競争になっているという状況かと思います。 加えて企業が自らの競争優位になるようなところには当然投資をするんですけれども人事コストについて生産非生産部門である人事コストについては削減しようという企業も増えてきているという背景が HR ドメインの近く変動としてはあるというふうに考えています。これは若干見方を変えて 知覚変動についてですこれまでの人事日本の人事というのは人事部が、まあ、独俗人的な経験であるとか勘あるいは社内政治あとは学歴スクリーニングですねこういったものに頼って、まある意味曖昧な人事が行われてきたということだと思います、まあ、一方でそれじゃダメだよねと、まあ、先ほどの地殻変動のいろんな要素が絡みありそれじゃダメだよねということでデータ 事実に基づいた科学的かつ客観的な人事が最近注目を浴びているという状況です。それに伴って、金太郎アメ的になった人,事人材登用が今後は個性や専門性ある人材の登用に傾いているということかと思います。でここで先進的な Google の人事の紹介です。あのワーークルールズ といいう本が出ててましてこれ読んだ方も結構多いかと思いますが、えーまあ、何より驚きなのが人事部内にアナリティクス部門があるというのが非常にまあ彼ららしいというかすごいなというところですねアナリティクス部門がデータ分析から施策の設計効果検証この PDCA を徹底的に回しているというところが、まあ、Google のやり方というところです。 まあ、そういった分析に基づいて、えー、高いパフォーマンスを上げるのはどういった人材なのかというところを、えー、定量的に分析をして、えー、採用プロセスの効率化であるとか優秀な人材の獲得を実現していいるととうことです、まあ、そういった個人の、えー、分析は当然として、えー、チームの生産性を高める分析にも彼らはチャレンジしているというのが面白いところで。えーまあ ことの調査によると、えーまあ、メンタル的な要素の重要性を非常に示唆しているということです、まあこれ、まあ、感情的にはすごくあの理解のできるところですけれどもチーム内で心遣いであるとか同情配慮、まあ、共感こういった、えー、ものを持っているチームは生産性が高い一方でバラバラというか、えー、こを重視したようなチームは生産性が高いという分析が出ているというふうに言われています。 こちらが HR テックのの俯瞰をしたものになりますあの。HR テックといっても非常に実は広範囲にわたるというのが、えーまあ、難しいところであり面白いところです、まあ、上からたどると募集選考、えー、その後ロ労務人材育成定着そして、えー、評価処遇配置移動組織管理といった感じで流れると思いますけれども 上から申し上げるとまず募集に関しては皆さんもよくご認識のところと思います。求人メディアである求人メディアであるとか、後ほど紹介しますが求人検索サービスみたいなのが出ています。まあ、それに加えて SNS を使ったものであるとかデータベース事業、それとリファーラル採用みたいなのが最近は出てきています。そして募集した人材をどう選ぶかというのがその次。 えー、ATS と最近よく言われてますけれども採用管理ツールこれはビズリージさんも今まさに取り組んでいるところですねであるとか、えー、面接のツールこれは動画を利用したものが最近多く出ていますそれとスキルパフォーマンス評価であるとかバックグラウンド調査こういったものが出ていますでその後先行し採用した後が、えー、矢印3つ目以降になりますけれどもロームのところ、えー、ローム管理であるとか勤怠管理 そしてその下は、えー、取った人材をどう育成していくかそしてどうリテンションさせるかというところですねで特にこの育成のところに関しては、えー、エデュテックが非常に絡んでくるというところで、えー、面白いところです、まあ、加えて、えー、定着面で言うと、えー、社内コミュニケーションの活性化のツールであるとかあるいは企業文化、えー、フード情勢を機と、えー、するような ソリューションも最近は出てきてきいます、まあ、面白い US の事例でいうとかなり直感的には難しいなと思うんですが企業文化であるとか企業風土を AI で定量化してフィットする人材を選んでこれるとか相性診断ができるとか最近はそういったツールも出てきています。 そして健康管理ウェルネス系になるとヘルスケアテックとかあるいは IoT ウェアラブルデバイスみたいなところと関連してくるというところですそして最後人材が定着して育成したあとにはその人材をどう評価するかそしてその人材をどう配置移動させていくか組織としてどうあるべきかみたいなものをパフォーマンスを管理するソリューションが必要す。 HR テックに含まれるという状況ですこれは皆さんお聞きのことかもしれませんがタレントマネジメントシステムとかいう言い方をします。こういったものが最近は出てきているという状況です。一方で競技の HR テックって何だろうって個人的に考えるんですがその中で私なりに考えているのがこのテーマになっておりますビッグデータかける a i のところですね大きく分けると採用企業と求職者のマッチングをどう効率化より良いものにするかというのが1つの柱そして2つ目としては採用した人材のタレントをマネジメントをどうするかそして組織をどう開発していくかこれが競技の HR テックの領域というふうに認識しています 上のマッチングのところで言うと、えーまあ、先ほど繰り返しになりますけれども最適な求職者の発掘であるとか選考をする、えー、そして採用プロセスの効率化をするというところですねそして、えー、求職者サイドから見ると最適な求人情報を得られるというところが、えー、この HR テックから得られる価値になると考えていますそして下の柱がタレントマネジメントのところですねこちらは 従業員のパフォーマンスの向上であるとか人事評価人員配置を適正にしようという動き加えてエンゲージメントの向上そしてリテンションを図ろうというものです、はい、こちらが HR テックの事例の紹介を何社かさせていただきます まず一つ目がゼネフィッツという会社です。こちら先ほどここ5年で一番 HR テックで資金調達をした会社です。2013年に設立した会社でこれまで600億円ぐらいの資金調達をしています。この会社が何をやっているかというと中小企業向けに人事管理サービスを s a ス s で提供しているという会社ですで。基本的にサービスは無償で提供していましてマネタイズはどうしているかというと 利用企業さんが保険健康保険を購入するときに手数料を保険会社から得るというビジネスをやっています。各報道によると大企業開拓に失敗している苦戦しているんじゃないかと言われてリストラをやっているというふうに言われていますがそれでも非常に HR テックの中ではきらシのように輝く会社に今のところなっているという会社です。 2つ目の事例がインディードになります。こちらはですねえ。2 0 0 12年ですね。リクルートが買収した会社です買収金額は一応非開示ということになってますが。 えー、まわ、あ、によると600億円から800億円で買収したのではないかというふうに言われていますビジネスモデルは非常に単純です、えー、求人サイト版のグーグルです、えー、ウェブ上に転がっている求人媒体であるとか、えー、企業ページに転がっている求人情報をクローラーで収集、えー、してそれを、えー、検索エンジンにとして、えー、ユーザーに提供するというものですでマネタイズも基本的にはとと同じと いう状況ですこちら、リクルートのまさに IR 資料に最近は出ているんですけれども、直近の16年の3月では、売上高が700億円ぐらいに達していると、前期比ー数60%という非常に高い成長を示しています。ちょっと趣向を変えて、エンジェルリストという会社をご紹介します。 こちらは2010年にサンフランシスコで設立された会社です。これもともと HR の会社ではなかったんですね。もともとはですね、もともとはというか、今もそうなんですが、エンジェルとスタートアップの会社をマッチングする、そういうサービスから始まっています。一方で最近は、2万社を超えるスタートアップが、このプラットフォーム上で求人情報を掲載しているという状況です。 他の媒体との違いでいうとスタートアップの投資家の情報であるとかファイナンス情報に加えてストックオプションの情報を提供しているというのが差別化につながっていますかなり小さいので見えないとは思いますけれどもここにですねジョブディスクリプションが書いてありましてそれと同時に想定年収とストックオプションどれぐらい出しますという情報まで記載されております こちら簡単にビッグデータかける a i 的な切り口で HR テックを推進している会社をご紹介します一番上がハイメトニックスという会社ですねこれはいくつかの質問に答えると独自のアルゴリズムここに AI が絡んでいるんですけれどもこれでその人に合った業界であるとか職種を提案してくれるというサービスになっていますこれは学生向けに特に提供されているというふうに聞いています でその下が、えー、ギルドというサービスこれは、えー、エンジニアレベルのスコア化ランキング化を行えるというサービスですね、えー、情報は、えー、Facebook であるとか LinkedIn とかそういった SNS の情報それとエンジニアがよく利用するようなサービス Web サービスそれと個人ブログみたいなところから大量に情報を収集してきてそれを解析してすごくスコア化ランキング化を行うというものですで面白いのはですね、えー、その就業者 人材が転職したくなるタイミングをやはりこれも AI で予測してそれを企業に提示するというのが面白いところになっています一番下こちらが IBM のソリューションなんですけれどもケネクサというものですこれもともと2012年に IBM が買収したタレントマネジメントシステムから始まったソリューションです 今ワトソンを搭載人工知能のワトソンを搭載してまして社員のエンゲージメントを数値化そして評価を可能とする HR ツールに発展しておりますでこちらではビッグデータ AI の課題を個人なりにまとめたものになっています3段階に分けられるかなと思っていまして1つ目がまずデータをどう入手しますか整備するかという問題ですしかももデータといっても リアルタイム性こうやって信頼性のあるデータを入手しなければいけませんのでここをどうするかというのが一つ課題なんだろうというふうに考えていますそれに付随してこの HR ドメインにおいてはデータサイエンティストが足りないと言われていますのでそれをどう調達するかというのも一つ大きな課題というふうに考えていますでその下が各会社が人事哲学 AI が何かをこう出してくれると思うんですけれどもそれに基づいて判断するのは企業ですのでその企業がどういう人事哲学を持って判断記事を構築するかそれが課題になっていると思います、まあ、当然ながらその哲学であるとか判断記事をもとに各種戦略への組み込みが必要ということですそして最後がこれは従業員目線での話ですけれども納得感の情勢ですね AI が合理的な 何らかの回答,だ回答というか、えー、回を出してくれるんでしょうけれどもそれが従業員さんにとって納得性のあるものかどうかというのは非常にポイントかなというふうに考えています。まあ、加えて AI というのはあくまで過去、えー、実績を解析するものですので、まあ、人間の潜在能力みたいなのがなかなか織り込みづらいという問題があったりあるいは数値化が難しい力、まあ、例えば人間性みたいなものはどう反映するんだというのは このビッグデータ AI の課題になると考えています。